こんやろう帝国デストロンです。今日はね、超金魂ザンベースの、箱の中身だけをちょっと紹介するとても短い動画です。これ特に、出てる、商品なんですけれども、僕はですね、どうしても、スペースの事情があってこの GX81 ザンベース買ったんだけれども、まだ箱から出してない。でね、事情があって飾れないので、まだ箱から出して何が入ってるのかちょっとだけ見てみようかなって、完全に開封せずに中身だけ見てみようかなと思ってるんですよ。で、もしこれ中古で買おうとか新品で買おうとかするユーザーがいたら、何が箱の中に入ってるのかちょっと参考でもなってくれたらいいかなっていう、すごく簡単な動画です。はい、開封しますよ。ドン。非常に細くて、細長い、あれですね、箱ですね。まず中に入っているのがこのようにね、スタンドと、このスタンドには、あ、そっかね、開けられるようなスタンドになってるんでね、この昔の、超合金魂みたいな外にパーツつけるんじゃなくて、このカポッと開けて中に全部武器の入れるっていう形なんですよね。と、まあ、スタンド関連のものとかね、このザンベースの、飛行機モードの時のウィングと、おそらくロボットモードの時のウィングなどなどです。はい、これ一つ。で、あと入ってるのは、当然ながらこのような説明書ですね。はい。降りてこーい。で、ザンベース。あれ？これ完全にあれですな。もう、飛行機モードですね。まあ、飛行機モードと飛行モードですね。で、発泡スチロールですね。これスタンドのやつはブリスター。で、本体入ってるやつが発泡スチロール。こうハイブリッド風だですね。で、ここにはですね、弾の、リチャージャーですね。まあ、このセーブゲーキのさ、ピストルみたいな感じなんで、このガンベルトね、ってやつで、本体で、これもウィングなんですね。分けたことないからそこまで詳しくはないんですけれども、こういう形になっております。これ。で、もうないです。これだけです。まあ、極めてシンプルなんですね。ですね。確かに顔の表情が穏やかなやつと、まあ、今やろうという表情変えられるはずなんですけれども、それどこにあるのかは、これパッと見てよくわからんけど、まあどっかにあるだろう。まあこれを購入する、ユーザーがいたら、手に入るのは、こういうものです。はい。サンクになっていただけたら、まあもちろんこれも入ってますけどね。幸いでございます。はい、帝国デストロンでした。ここまでです。今日はまた次の動画でお会いしましょう。